トヨタが絶好調のの中間決算通年の営業利益は空前の4兆5000億円を見込みますトヨタは今年4月から9月までの売上高が去年の同じ時期に比べ24.1%増えて21兆9816億円本業の儲けを示す営業利益はおよそ2.2倍の2兆5592億円となったと発表しました。 いずれも過去最高で半導体不足が和らぎ生産・販売ともに伸びたことや為替が円安水準で進んでいることが大きく業績を引き上げました通期の業績予想も大きく情報修正し売上高は43兆円営業利益は4兆5000億円を見込んでいます